一つは当事者の方孤立してるんじゃないかと思うんですよ、おそらく。どうにかしてその人に声を届けたい。私たちは、私今すごい仲間の記者がいるんですけど、現役の人たちが林さんどうしようってすごい来てくださって、今ちょっと緩くつながった各社の壁を越えた女性のグループを作り始めてるんですけれども、みんなすごく本人がどうしてるか、私たちはすごく彼女とに寄り添いたい、同じ気持ちなんだということを伝えたいって思ってます。私もすごくそう思ってて、今一番それを心配してて、彼女がすごい傷ついてるに違いないし、孤立してるに違いないし、守られたいのに誰も守ってくれないと思ってる可能性がある。そこにぜひ声を届けたいと思ってます。私は彼女と同じ立場です。ずっと同じ立場だった。二つ目はなんかそれに対して、いやなんか男に変えればいいだろうとかですね、言葉遊びだとかひどいことがありますけれど、それが許されたら私たち女性記者はもう仕事ができなくなります。女性だという理由でなんでこんなにやりにくい思いをもうずっとしてるわけです。みんな、私たちがこれを止めなかったらずっとこの先何十年も女性記者を耐えろと言われるわけですよ。そしたら女性記者になりたいっていう若い人いなくなるでしょ。で、私たち女性記者一人一人が本当にのびのびと自由に能力を発揮できるような社会になってほしい。それがこの国の報道のをより良くしていくことに絶対つながると私は確信しています。ですので、この集会本当に開いていただいてありがたいと思っているんですけれども、これを機会にしてぜひそういう方向へ世の中を変えていくんだと、もうバッシングとか変な言葉を許さないという方に持っていって行っていただくために皆さんのご協力をぜひよろしくお願いいたします。どうもありがとうございます。一つがセクハラの被害者に名乗り出ることを求める調査は問題であると。財務省の調査方法見ましたよね、皆さんね。あれひどいですよね。財務省の顧問弁護士ですよ。要は財務省側の人が調査すると言ってるんです。そんな名乗り出られるわけないじゃないですかと、おかしいという話ですね。二つ目がですね、セクハラ被害告発者に圧力がかかるのもおかしいと。で、記者は財務省と報道機関と雇用されている記者って二重の圧力の中にいる立場なんですね。麻生大臣もですね、後任の矢野さんでしたっけっていう人もですね、なんかハラスメントに対して全く無理解ですよね。言動を見てるとありえないと。なので全く何ですかね、隠蔽したりとか不当に軽く見たりしていると、そんなところに名乗り出られるわけがないという話ですね。で、明日なんか閣議で次官の辞任が認められるんじゃないかということが報道で出てますけど、辞任で終わらせちゃダメなんです。調査報告を撤回するべきなんですよ。なのでこのまま維持されてたら困ると。で、まあ加害者が福田次官じゃない被害者の方ものすごくいっぱいいると思うんですね。なので被害者の方の口封じとか二次被害を起こらせることを絶対に防がないといけないんですね。今日の集会のテーマは With You です。発言をした被害者の方、多分とても孤立してるんじゃないかと多くの人が心配をしています。会場の中でも発言を聞きながら涙ぐんで私たちいたと思います。このような MeToo の発言、今まで日本社会ありました。あったけれども、それがずっとスルーされてきた、そのままにされてきた。もう終わりにしましょう。たくさんのも MeToo ありました。だからこそこれから私たち WeToo であると同時に With You を大きく言っていきたいというふうに思います。そして被害者バッシング、本当にひどいことだと思います。なぜそれが起きるのか、それは加害者が責任を取らないからですね。加害者の責任を転嫁させる仕組みが被害者バッシングなわけです。ですからここが今日本の分水嶺になるかどうかは、加害者が厳正に対処されるのかどうか、ここにかかっていると思います。ですからこれ私たちは着実に確実に見届けて、次の世代にはこういう悔しい思いをさせないような、そういった勝負をこれからみんなでしていく時に来ていると思います。ですから皆さん、今日は本当にそれぞれの持ち場で With You と Me Too と We Too、 そしてもう終わりにしようという戦いをしていきたいと思います。本当にありがとうございました。頑張っていきましょう。